ギーラーン州、ギーラーン州、オストン、イーギーランは、カスピ海に沿って、マーザンダラーン州の西に位置するイランの州、オスターン。州とはラシュト。現在人口は、約200万、面積は1万4700キロ平方メートル。考古学的発掘の成果は、ギーラーン州の歴史が、最後の氷河期以前に遡ることを明らかにしている。紀元前10世紀には、 カスピ海南部を中心に、古武牛型河原家で知られるが栄えた。紀元前6世紀には、ワキュロス大王と同盟を結びメディア王国を倒した。ダイラム、古代ペルシア語、は、アケメネス朝時代には、地方、サトラップの一部であった。ダイラム人、現在のザザ人の先祖同様、サーサーアン・アサの傭兵などとして活動したようだが、ギーラーンは、 イラン高原の王朝の直接統治下に入ることなく、イスラームの時代を迎えることになる。なお553年にはネストリウス派の指教座の存在が言及されている。ギーラーンのイスラーム化は非常に緩やかに進んだ。これはイランの他地域と異なり、イスラーム初期のアラブの征服において、アラブ軍の占領を受けなかったことが第一、そしてその後もイラン高原方面の巨大な 政治勢力に対し、功能は行うものの地方政権が長い間、相対的な独立を保ち続けたことが第二の理由である。もちろん、これを可能にしたのは、後輩のアルボルズ山脈がイラン高原との間にそびえ、一方でカスピ海に臨む開かれた地形と豊かな自然を持っていたからである。その点でカスピ海に沿って東のマーザンダラーン、タバリスターン地方も、 類似の歴史を持ち、イラン語のカスピ海方言に属する言葉を発展させたように、イラン史とは独自の地域史を形成してきたエル。さらにギエラーンのシャールード川上流渓谷地域をダイラム地方と呼ぶが、この地域のダイラム人の活躍により、ダイラム地域概念が拡大し、実際にはカスピ海岸岸を合わせて、抗議のダイラム地方ということがある。 この地域のイスラーム化が始まるのは9世紀終わりから10世紀、初めにかけてである。この時、ギーラーンの西部ではスンナ派、ハンバル法学派がグズを行い、東部ではザイド派が強戦を伸ばしたことから、この住み分けがギーラーンの東西を文化的、政治的に後々まで規定することになる。東のギーラーンはザイド派として大ラム人と共に部外不調の勃興につながる10世紀。 ダイラムの拡大に寄与した。この頃のギーラーンは諸部族の連合体であった。イスラーム化の進化などにより、外部からズイアールアサ、ブワイフアサ、セルジューク朝などが影響力を振るうが、向上的な税の負荷を行うことはできなかった。東ギーラーンはカスピ海南岸部在地。当初はタバリスターンのザイド派のアリー朝を支えた。12世紀にはアリー長がブワイフ長のこ 今日の東ギーラーンの中心地に線としている。1306から7年、イルハン朝のウルジェイトゥがギーラーンに大規模な軍事侵攻を行うが、多大な損害を出し、総主権を認めるのみで、地方王朝による反独立的な部族社会が存続した。西ギーラーンでは13世紀中央以降、シャーフィーハノが東ギーラーンではがそれぞれ勢力を伸ばす。 アクコユンリューやサファビーチを巻き込みつつ、反独立状態が続き、サファビーチがイスマーイール一世没後の内乱に入ると、ギーラーンの支配者たちはサファビーチ政治に関与を深めていく。この時期、西隣のアゼルバイジャン地方はオスマン朝の統治下にあり、この地方はオスマン朝とサファビーチの戦いの影響を直接に受ける場所にあった。さらに、 ウズベックのシャイバーン朝がホラサーンからさらにマーザンダラーンを伺う,うなどカスピ海にオスマン帝国海軍の進出を許しかねない状況となる。ギーラーンの支配者はこのような状況を利用して巧みに反独立を維持したがオスマン朝がハプスブルク朝と海戦しサファビー朝と和議を結ぶとサファビー朝側はアッパース一世の中央集権への力強い意志により 全土の制圧に乗り出した。ギーラーンはオスマン朝に来園を行うが、これによって帰ってシャアの怒りを買い、1592年に征服された。ついに中央政府の人ずる総督によって統治されるイランの一部になったのである。第一次世界大戦後、ギーラーンはテフラーンの中央政府の統制を離れ、独自の統治を行った。この結果、 ギーラン州のイランから永続的独立が懸念される段階に至る事件があった。大戦前、ギーラン人はの指導のもと、イラン立憲革命において重要な役割を果たした。これを、ジャンギャリーとは、森人の意と呼ぶ。第一次立憲政を、クーデターで崩壊させ、小戦星に入ったガージャール町のモハンマド・アリーシャー追放のため、ジャンギャリー旅団は反抗する。 立憲主義勢力の一翼をなしてテフラーンに進軍したのである。しかし、立憲革命は立憲主義者の推し進めようとした改革を進展させることはできず、イギリスとロシア帝国の侵入を受け、国内的にも非常に不安定な状況に陥ることになった。ミールザー・クーチェク・ハーン・ジャンギャリーのジャンギャリー運動へのギーラーンの貢献は外国軍に対し、 ギーラーン及びマーザンダランの長らく実効的支配を確保した点と合わせてイラン市の中で称賛を浴びている。しかし1920年にはバンダレ・アンザリーをイギリス軍に奪われ、さらに赤軍の侵入が始まる。英国、ソビエトの対立状況の中でジャンギャリーはソビエト政府との提携を選びギーラーン共和国。 1920年6月から1921年11月を成立させた。しかし1921年2月、ソビエト政府はソビエトイラン友好条約を締結して、ジャンギャリーのギーラーン共和国への支持を撤回した。ジャンギャリーは抵抗を続けたが、同年9月までに屈服して、ギーラーンは再びテフラーンの中央政府統治下に入ることになった。 ギーラーンは年間を通じて降水量が多く気候は温暖湿潤気候である。さらにアルボルズ山脈とカスピ海岸が変化に富む景観を作り上げている。ギーラーン州の大部分は山地で樹木に覆われた森である。カスピ海沿岸の海岸平野はマーザンダラーン州のそれと類似しており、主に水田風景が広がる。 1990年5月の大地震は、ギーラーン州に死者約4万5千人という大きな被害をもたらした。アッパースキアーロスタミーの有名な映画、そして人生は続く、オリーブの林を抜けてはこの地震に代を取ったものである。ギーラーン州管下の死、シャフルには、ターレシュ、ガール。タリシュ人、ギーラーンは、テフラーンとバクーを結ぶ交易路上にあり、 イランの商業的中心地の中でも非常に重要な位置にあるバンダレ・アンザリーやラストといった都市が発達した。その結果、ギーラーン州では商人、中産階級が人口のかなりの割合を占める。住民の多くはペルシア語のかなり離れた方言ギラキ語、ギーラーン語、ギーラキー要望語として話す。しかし近年は都市部の若年層を中心として、 標準ペルシア語を用いる傾向にある。タリ主人はタリ主語を話す。スンナ派、アレビー派、シーア派、年間平均200万人の観光客がギーラーンを訪れる。大多数は国内からの観光客である。イラン文化遺産協会には、州内から211の歴史文化遺産が登録されているが、観光客がまず訪れるのは、 ラシュト南東の丘陵地にあるマースウレという小さな町である。マースウレは普通の町だが家と家の関係に特徴がある。丘陵地の町であるため家が斜面に沿って建てられており、ある家の屋根が一つ上の段の家の庭や道路になっているのである。ギーラーンには伝統的食文化が色濃く残っている。ギーラーンの料理でイラン全体に広がったものもある。 豊かな食文化は、様々な果物、野菜、好みをもたらす気候の多様性に育まれた。そして、海産物は、ギーラーン料理及びマーザンダラーン料理の特徴の一つである。燻製やキャバーブ、そしてキャビアで供されるチョウザメは、カスピ海沿岸地域のごちそうである。ガリーエマーヒーという魚のシチューや、ガリーエメイグーというエビのシチューもギーラーンの伝統的名物料理である。 さらにギーラーンに特有なものとしては、クルミのペーストとザクロジュースによるソースがある。酸味のあるキャバーブをマリネしたり、鴨肉、鶏肉、羊肉のシチューにベースとして用いる。ミールザーガーセミは、付け合わせや前菜とするスモーキーなナスと卵の料理。他にも、ニンニクのピクルス、クルミペーストのオリーブ、魚の燻製などがある。この地域のキャビアと魚の燻製は、 内外問わず珍重され、グルメの探し求める食材である。詳しくは、イラン料理も参照。米が主に栽培されている。イランの多くの稲品種は、ギーラーンに起源を持つ。ホシェミーと、ハサニと、ジャーダと、グリブという品種がある。主要項として、バンダレ・アンザリー、パフラビー調過では、バンダレ・パフラビーがある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。